つばきしげおは、日本の労働運動家、政治家、元参議院議員、鳥取県東白郡ハワイ町。13歳の頃を大阪へ出て、千番校となる。大阪市役所職員を経て、社会大衆党公認で大阪市会議員選挙に立候補し、当選する。戦後日本社会党結成に参加し1950年の、 第2回参議院議員通常選挙で参議院議員に当選。1952年左右分裂で社会党左派に参加。1953年の第3回参議院議員通常選挙で落選するが、社会党再統一後の1956年に第4回参議院議員通常選挙で帰り咲く。通算3期務める。日本社会党の役員としては、 当参議院国会対策委員長を経て、1963年、川上上太郎委員長の下で、当参議院議員会長に就任。勝又誠一委員長の下でも参議院会長に留任するは1968年の第八回参議院議員通常選挙で落選。勝又委員長も辞任し公認の成田智美委員長の誕生で参議院会長を退任。その後、 1969年の第32回衆議院議員総選挙にも出馬するが落選、政界を引退する。戦前の無産運動時代から枝三郎と名友関係にあり、枝に椿一輪と称されるほどの間柄であった。朝日新聞政治部編、政党と派閥権力の座をめぐる人脈92ページ、ありがとうございます。